のことをやめません。
偉そうなやつだな。ロイド、それより時間は？やっべえ、完全に遅刻だ。試験会場のデラーズ神殿に急ぐぞ。すいません、遅刻しました。来たか、ロイド・アービング。だがお前はシグルスとしては失格だな。あなたはさっきの。俺がシグルス失格ってどういうことだ。言葉通りの意味だ。一瞬の気が生死を分かつと知っている戦士は決して時間をおろそかにしないものだ。ましてやシグルスは一国の命運を背負ってイグドラシルバトルに出場する選ばれし戦士。時間も守れぬ未熟者に名乗る資格があると思うか。待ってください、ロイドは私のせいで遅刻したんです。失格なのは私だけです。コレット・ブルーネ、時代の世界中の巫女候補だったな。だが優しさと馴れ合いは違う。その区別を知らなければお前の夢も夢のままに終わることになるぞ。はい。おい、あんた、俺だけならともかくコレットの夢まで侮辱する気か。侮辱したつもりはない。忠告をしたまでだ。いやー、寝坊しちゃったよ。ロイド、コレット、クラトスさん、待たせて悪かったね。クレス、こいつを知ってるのか。あ、紹介するよ。この人は傭兵のクラトス・アウリオン。前回のユグドラシルバトルで知り合ったんだ。久しぶりだな、ヘイゼル筆頭騎士クレス・アルベイン。遅刻のふりまでしてこの二人を今回のシグルスに選ぶ気なのか。選ぶ気も何も、それをこれから試すんじゃないですか。相変わらず甘いやつだ。あんた、クレスまでバカにする気か。おっと、ロイド、コレット、クラトスさんと喧嘩する前に君たちにはやることがあるんだよ。僕と戦おう、本気でね。いきなりなんだよ。師匠のクレスと戦うなんてできるはずが。僕を叩きのめすことがシグルスになる最終試験なのさ。少なくとも前回大会で敗北した僕より弱い戦士は必要ないからね。でも構えるんだ、コレット。まさか筆記試験だと思っていたわけじゃないだろう。何よりもまず強いことがシグルスの条件なんだよ。クレスに俺たちの力を見せるんだ。分かったよ、ロイド。さあ来い、ロイド、コレット。さあ全力で来い。行けるよ。じゃあ、マジンケ、くっ、さあ、はっ、
ユグドラシルバトルに参戦してもらう。クレス、なんでそんなやつと組むんだよ。クラトスさんが本当の強さを持った戦士だからさ。僕たちは今回こそユグドラシルバトルを勝ち抜き、大いなる実りを持ち帰らなければならないんだ。知っての通り、前回大会で僕は大いなる実りを持ち帰ることができなかった。けど前回の大会は事故が起こって、どの国も大いなる実りを取れなかったんだ。そのせいで全世界は深刻なマナ不足に陥ってしまった。故に今度の大会は各国が存亡をかけて挑む過酷な戦いとなるだろう。ふん、未熟者は出るだけ無駄って言いたそうだな。どんなに辛い戦いでも私たちが勝ち抜いてみせます。それが私の憧れる世界中のニコの使命だから。ああ、そうだね。俺もクレットも負けたりしない。気遅れする心配はなさそうだな。ロイド、コレット、その思いを忘れるなよ。大会のルールや進行はこのナビミューが教えてくれるんだ。ナビミューですの、よろしくですの。こちらこそよろしくね、ナビミュー。ではロイド、コレット、バトル開始に備えてしっかり準備を頼むよ。はい。クレス、クレスと一緒に戦えて嬉しいよ。僕もだよ、ロイド。では、ユグドラシルバトルの説明をするですの。ユグドラシルバトルは、二人一組のシグルスがフラッグを奪い合う武闘大会。